皆さんこんにちは。モーター天国のレインです。今回は過去取り扱ったホンダ F1 60年の歴史やエピソードを再編集した総集編をお送りしていきます。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。1958年、世界で最も過酷なバイクレース、マントー TT レースに初出場し、本格的に世界を舞台にしたレースへの挑戦を開始したホンダでしたが、創設者の本田宗一郎の夢であった自分たちが製作した自動車で全世界の自動車競争で勝つという夢を実現すべく F1 への参戦を検討し始めます。当時のホンダは四輪車メーカーとしては後発組で、まだまだオートバイのメーカーというイメージが強かった時代。実際 F1 参戦のためのプロジェクトに集められた技術者も二輪車の経験しかないものがほとんどでした。 F1 どころか四輪レースのノウハウすらほとんどない。ホンダの F1 挑戦はそんなところからスタートしました。まずホンダの研究所は F1 に参戦していたクーパーの型落ちマシンを手に入れ、開発を重ねることになります。ホンダ F1 の試作車は270馬力以上出せという宗一郎の言葉から RA270 と名付けられました。しかし開発が進められていた1963年、ホンダはシャーシ、エンジンともに自社開発をして F1 に参戦することが市販車開発との両立を考えると難しいと判断し、まずはエンジンサプライヤーとして既存のチームにエンジンを提供する形で参戦することを模索します。当時研究所所属だった後のホンダ F1 の監督中村義雄はヨーロッパに渡り F1 チームとエンジン供給の交渉を行いました。その結果イギリスのブラバムとロータスが興味を示し、最終的にはロータスにエンジン供給を行うことを決めますが、ロータス側の事情により1964年の1月に供給の話が白紙に戻されてしまいます。これによりシャーシの製造も自社で行うことを決め、初年度からコンストラクターとして F1 に参戦することになるのです。結局ゴールドにペイントされた試作車の RA270 が初めて荒川のテストコースを走ったのは1964年2月のことでした。そして試行錯誤のテストが繰り返され、ホンダの F1 マシン RA271 が完成。当初は宗一郎が好んだ試作車と同じゴールドのカラーリングで参戦する予定でしたが、当時の F1 はコンストラクターの国籍ごとに決められたナショナルカラーのマシンにするように決められており、結局ホワイトのボディに日の丸をあしらったカラーリングで参戦することになります。そして1964年8月、 F1 第6戦ドイツグランプリ、エンジンサプライヤーの予定から急遽コンストラクターとしての参戦を決めて、わずか6ヶ月後にホンダは F1 にデビューしたのです。ドライバーはこの年行われた第2回日本グランプリで優勝したアメリカ人のロニー・バックナムが起用されました。デビュー戦となったドイツグランプリでは最後尾の22位からスタートし、途中9位まで追い上げますが、足回りの問題から終盤にクラッシュ。64シーズンはこのドイツグランプリを含め参戦に出走したものの、結果はすべてリタイア。ホンダ F1 の挑戦は厳しい船出となりました。当時レギュレーションにより 1.5リッター NA の小排気量に規制されていた F1 エンジンでしたが、ホンダの V12 エンジンの最高回転数は12000回転に達し、他のエンジンメーカーを圧倒する220馬力を発生させていたといいます。しかし車重が他のマシンよりも70キロ以上重く、車体への負担が大きかったことに加え、冷却効率も悪い設計であったためオーバーヒートを多発させ、結果信頼性の低いマシンとなってしまっていました。翌1965年はこの雪辱を果たすべく RA272 を開発。エンジンの回転数は13000回転、出力は230馬力にパワーアップし、課題だった車体の軽量化と冷却性能の向上を図ったマシンでした。この年は前年のバックナムに加え F1 で実績のあったリッチー・ギンザーを迎え入れ、2台体制で参戦します。改良したマシンに期待が集まったものの、10戦中6戦を終え最高位は6位。
予選では第5戦イギリスグランプリで3位に食い込み、第6戦のオランダグランプリでも2周の間トップに立つなど速さは見せていましたが、レースを通じた安定性に欠けていました。そこでチームは第7戦ドイツグランプリを欠場し、改良を加え低重心化を図った RA272B を第8戦から投入、後半戦の巻き返しを狙います。RA272B を投入したものの上位に食い込めず、鳴かず飛ばずの成績のまま2戦が過ぎ、ホンダは結果を残せないままシーズン最終戦メキシコグランプリを迎えていました。ホンダは標高2000メートルに位置するメキシコグランプリの舞台エルマノスロドリゲスサーキットに向けた高地対策として開催直前にテストを実施。監督の中村は過去に飛行機メーカーに所属しており、航空機エンジンのノウハウがあったため高地対策のセッティングも進みました。中村はシーズン当初、成績が振るわない F1 の監督ではなく市販車の開発に専念するよう命じられ、レースの現場を離れていましたが、この最終戦で復帰を直訴し現場に戻ってきていました。そして行われた予選ではギンザーが3番手。ギンザーはポールポジションを十分獲得できる速さがありましたが、中村は決勝に向けてマシンを温存するためタイムアタックの回数を減らす戦略を取りました。そして決勝3番手のギンザーはポールのジムクラーク、2番手のダンガーニーをスタートダッシュを決めてかわすと、一度も抜かれることなくトップをキープ。65周のレースを走り切り優勝を果たしたのです。4輪メーカーとしてはまだ実績もノウハウも少なかったホンダが、世界最高峰の4輪レース F1 の舞台で参戦わずか2年、11戦目での快挙を達成したのです。このレースではバックナムも5位入賞を果たし、ダブル入賞も達成。ホンダ F1 が起こしたメキシコでの快挙は伝説となり、今もなお語り継がれています。翌1966年はエンジンのレギュレーションが変更され、エンジンの排気量が 1.5 リッターから3リッターに変更されました。 F1 に参戦する多くのチームは多カテゴリの既存エンジンを流用することで対応しましたが、ホンダは新しい V12 エンジンの新規開発を行うことを選択したため、参戦計画が大きく狂い、出走できたのはシーズン後半戦の参戦のみ。1967年には、1964年のワールドチャンピオン、ジョン・サーティースをチームに迎え入れ必勝体制で臨むと、開幕戦、南アフリカグランプリでいきなり3位を獲得します。しかし優勝には届かないレースが続き、中村はサーティースの意見を取り入れ、前年から継続して使用していた RA273 を諦め、イギリスのローラと共同開発をした新車 RA300 の投入を決定します。この RA300 はシーズン中盤の7月に製作が始まり、わずか6週間後には実戦投入されました。そして新車が投入された最初のレース、伝統のモンツァで行われた1967年イタリアグランプリ、新車のチェック走行が長引いたサーティースは予選で9番手とで遅れますが、決勝がスタートすると上位勢のトラブルなどで順位を上げ、終盤には首位ジャック・ブラバムとの一騎打ちの展開となります。そして最終ラップの最終コーナーパラボリカでサーティースがブラバムに並びかけると、ブラバムは他車が撒いたオイルに乗ってしまい、アウトにオーバーラン。サーティースが前に出るとわずか 0.2 秒差でトップチェッカーを受け、新車 RA300 のデビューウィン、ホンダにとっての F1 2勝目を飾ったのです。結局この年は1台体制での参戦ながら20ポイントを稼ぎ、コンストラクターズランキング4位、第1期での最高成績を上げました。翌年はこれまでの5年間で培ってきた技術をもとにさらなる高みを目指そうとチームの誰もが感じていた頃でした。1968年、ホンダはこの年のマシンとして RA300 の正常進化版といえる RA301 を投入。この RA301 はチャンピオンも狙えるポテンシャルがあると下馬評も高いマシンでした。しかしそんな中、総一郎から突如空冷エンジン搭載の新車を投入するよう指令が下されたのです。当時レースは走る実験室という哲学を持っていた総一郎は、ホンダが67年に発売した空冷エンジン搭載の N360 のベストセラーに確信を持ち、その技術を F1 に持ち込みたいと考えていました。
しかしレーシングカーのエンジンは当時から現在に至るまで水冷エンジンが一般的で、市販車とは発熱量が桁違いの F1 エンジンに軽自動車の空冷エンジンの技術を応用することはかなり無理がありました。しかもホンダが F1 に避けるリソースは限られていたため、セカンドカーとして空冷エンジン車を投入することで王座を狙えるポテンシャルのある水冷エンジン車の RA301 の成熟が滞る可能性があり、現場と総一郎の考えは対立。結局総一郎の半ば強引な意向により空冷エンジン車の開発は進められ、水冷エンジン搭載の RA301 をフル参戦させて、空冷エンジン搭載の RA302 をシーズン中盤から2台目として投入することになります。ヨーロッパに送られシェイクダウンを行った RA302 は案の定エンジンの冷却性能に問題を抱えており、出力低下と激しいオイル漏れにより到底レースに出れるレベルにありませんでした。しかし総一郎は RA302 を実戦投入するよう指示し、シーズン中盤のフランスグランプリに投入することになりますが、これが悲劇の引き金になってしまいます。 RA302 の投入が指示された頃、フランスグランプリのエントリーは締め切られており、追加のエントリーは認められない状況でしたが、主催者側がフランス人ドライバーの起用を条件に出走を許可します。これにより F1 での実績のないフランス人のジョー・シュレッサーが RA302 のドライバーに起用されることになります。ホンダ F1 チームの現場では総一郎の意向で半ば強引に出走を命じられた RA302 ではなく、選手権を争う力のある RA301 の調整を優先せざるを得ず、シェイクダウンのみで実戦に持ち込まれた RA302 はまともにレースを走れる代物ではありませんでした。経験不足のシュレッサーはプラクティスからスピンを連発。マシンはセットアップも進まず、熱害によりオイルを吹き出しながら走るという最悪の状況。そんな中でレースは始まります。みんなの嫌な予感は的中し、16番グリッドからスタートしたシュレッサーは3周目にコーナーでコントロールを失い、土手にクラッシュして激しく炎上。このクラッシュによりシュレッサーは帰らぬ人となってしまいました。結局空冷エンジンの RA302 はこの一戦のみの出走に終わり、チャンピオンを狙えると言われていた RA301 も空冷エンジン計画により開発リソースが二分化されてしまったことなどが影響し、熟成が進まず、この年のホンダは未勝利に終わり、ランキングも6位に落ちてしまったのでした。そしてホンダは当時社会問題となっていた大気汚染に対する抵抗外エンジンの開発に注力することを理由に、このシーズンの終了後に F1 からの撤退を発表。1983年に活動を再開するまで参戦を休止することになります。1968年限りで第1期の F1 参戦活動を休止し、抵抗外エンジンの開発に注力していたホンダは、シビックやライフに搭載された抵抗外の CVCC エンジンが一定の評価を得たことで、1970年代後半頃に F1 への復帰を検討し始めます。しかし、ホンダが参戦を休止していた約10年の間で、F1 は大きく様変わりしており、マシンの技術競争の色合いが強かった以前に比べ、競技性やエンターテイメント性が重視されるようになっていました。また、当時の F1 はシャーシよりもエンジンが重視される傾向にあり、エンジンのためならシャーシ側がハンデを負うのはやむを得ないという考えがありました。そこでホンダは F1 にコンストラクターとしてではなくエンジンサプライヤーとして F1 に復帰する考えをまとめ、1978年には復帰が正式発表されました。 F1 の激しい技術競争の中で約10年のブランクは大きく、また若い技術者たちにとってはレースの経験すらないという状態だったため、ホンダはまず F1 参戦の準備期間として1980年からヨーロッパ F2 選手権に参戦することになります。当時の F2 では BMW の直列4気筒エンジンが圧倒的な強さを誇っていましたが、ホンダはこれに対抗するエンジンとして2リッター V6 エンジンを投入。ブラバムの共同創業者としても知られるロン・トーラナック率いるラルトにエンジンを供給し、四輪レースへ本格復帰を果たしたのです。すると1981年にはラルトのジェフリースがヨーロッパ F2 選手権でシリーズチャンピオンを獲得。
ホンダは手応えを感じていたのです。しかし川本はラルトの体制に不満を持っていました。ラルトはトーラナックが一人で運営しているようなチームで規模が小さく、エンジンでは BMW に勝っているのに、ラルトのシャーシは当時のライバルであったマーチに劣る場面が多々あると感じていたのです。すると川本はラルトのライバルであったマーチにアプローチ。当時のマーチ F2 チームの首脳を務めていたジョン・ウィッカム、ゴードン・コパックに声をかけ、独立を持ちかけたのです。ウィッカムとコパックはホンダの出資で自身のチームを持てるとあってこれを快諾。二人はほどなくしてマーチから独立、ホンダからの出資を受け、新興チームであるスピリットレーシングを立ち上げ、1982年からオリジナルシャーシを制作して F2 に参戦することになるのです。川本によれば、これはあくまで F2 で優位性を得るための策だったと言いますが、ラルトのシャーシに不満があったとはいえ、新チームを設立させてまで新体制にこだわったホンダの動きは、F1 復帰への準備ではないかと見られていました。こうして発足した新興チーム、スピリットレーシングは、1982年のヨーロッパ F2 へ参戦するマシンとして、完全オリジナルの新車、201を開発。コパックを中心に設計されたこの201はアルミハニカム製のツインパネルモノコックの標準的な F2 マシンで、ここに前年のヨーロッパ F2 でタイトルを獲得したエンジンの改良版であるホンダ RA262E を搭載。新たな挑戦をスタートさせたのです。ドライバーにティエリー・ブーツェン、ステファン・ヨハンソンを起用して、82年の F2 に挑んだスピリットは、ブーツェンがシリーズ3勝を挙げる走りを見せたほか、ヨハンソンも未勝利ながら、5度のポールポジションを獲得し活躍。しかし、ランキングはブーツェン3位、ヨハンソン8位とチャンピオンには届かず、川本の思惑は外れることになったのです。スピリットとのタッグではタイトルを獲得することができなかったホンダでしたが、この頃並行して進んでいた F1 参戦に向けた動きが本格化。ホンダは F2 でのスピリットとの活動に見切りをつけ、翌年は F2 エンジンを供給しないことを決めますが、 F1 エンジン開発のテストベッドとして201を活用。F1 復帰に向け、ホンダは第1期と異なりエンジンサプライヤーとしての参戦となることを決めており、出資者である自分たち主導でテストが行えるスピリットの存在を利用する形となったのです。こうした流れもあり、スピリットはホンダの F1 参入に伴うエンジンの実践テストを兼ねる形で F1 への参戦が決定。1983年に入っても精力的にテストが重ねられ、4月にブランズハッチで行われたノンチャンピオンシップ戦で実戦デビューを果たすことになるのです。マシンは前年 F2 で使用した201を流用。この年から F1 でグラウンドエフェクトが禁止されたことに伴い、サイドポッドの形状が変更されたほか、エンジンは F1 用の 1.5 リッター V6 ツインターボのホンダ RA163E が搭載されたため、そのエンジンパワーを抑えつけるため、リアウィングは大型のダブルウィングに変更。ドライバーは前年 F2 でスピリットのマシンをドライブしたヨハンソンを起用し、ワンカー体制で参戦しました。初の実戦はトラブルによりリタイアに終わってしまったものの、この時は他のターボマシンに迫るタイムを記録。シーズン中盤の公式戦デビューに向けて、期待が高まっていったのです。しかし、スピリットは F1 の厳しい現実を突きつけられることになります。この年の7月、第9戦イギリスグランプリで F1 デビューを果たしたスピリットでしたが、マシンは依然として F2 ベースの201を改良した 201C。前述の変更に加え、軽量化を図ったマシンでしたが、軽い F2 エンジンの搭載を想定して設計されたシャーシは、それでもかなり重く、マシンの重量は当時の F1 の規定最低重量であった540キロから、約50キログラムもオーバーした580から590キロ。さらに、約600馬力にパワーアップしたエンジンの馬力に対して、シャーシの剛性も足りず、F2 基準のショートホイールベースのマシンに、重い F1 用エンジンを搭載したことで、前後重量バランスも大きく崩れ、ハンドリングの悪化を招いていました。さらに、まだ開発過程にあったホンダのターボエンジンは、パワーは十分だったものの信頼性に難があり、トラブルを多発。
ヨハンソンは T カー登録された201とマシンを乗り換えながら各セッションを走り、レースではデビューから2戦はリタイアに終わったのです。3戦目となった第11戦、オーストリアグランプリでは、旧型の201でようやく完走を果たしたものの12位。翌第12戦オランダグランプリでは、201C で初完走を果たし、7位に入りますが、あと一歩のところで入賞を逃しました。スピリットはこの年、F1 参戦に向けて新車、101を開発していましたが、川本曰く、これがデータを見た段階でダメだとわかるものだったと言い、実戦投入は見送られていたのです。そしてこの時裏ではすでに上位進出という次のステージを目指していたホンダが動き出していました。ターボ化が進んでいた当時の F1 では、非メーカー系のプライベーターチームたちがターボ移行に遅れまいと自動車メーカーの囲い込みに奔走。ホンダは公式戦にデビューする前の6月にはターボ化に乗り遅れていた有力チームの一つウィリアムズとエンジン供給契約を結んでおり、9月にはホンダエンジンを搭載したウィリアムズ FW09 がテストを行っていたのです。さらに本来であれば84年から登場するはずであったホンダエンジン搭載の FW09 でしたが、83年の最終戦南アフリカグランプリに前倒しで投入されることが決定。これによりホンダエンジンはスピリットから引き上げられ、チームは最終戦の欠場を余儀なくされたのです。スピリット側はホンダがウィリアムズと契約した後も第2のエンジン供給チームとして関係の継続を望んでいましたが、ウィリアムズの代表フランク・ウィリアムズがホンダに対して独占供給契約を望んだため実現せず、代わりにホンダはハートの直4ターボエンジンを4機購入しスピリットに提供。ホンダはスピリットに対し、F2 であれば今後もサポートできると持ちかけましたが、ウィッカムはあくまで F1 での参戦継続を求めたため、両者の関係は終わりを迎えることになったのです。ホンダとの船出は決して順調ではなく、ウィリアムズのチーフエンジニアであるパトリックヘッドによれば、ホンダから初めてエンジンが届いた時、エンジン本体と2機のターボチャージャーしか入っておらず、補給類や仕様の説明は一切なかった。ホンダからは、それで好きにやってほしいと言われた、というような状況。しかしヘッドは、ホンダの体制やエンジンがまだ F1 のレベルに達していないことは分かっていたが、無償供給が決め手になったことや、ホンダの開発計画を信頼して契約を決めたと語っており、開発に時間を要することは想定内だったといいます。一方、シェイクダウンを行ったロズベルグはホンダエンジンのパワーに手応えを感じており、期待を寄せるコメントを残していました。スピリットとの提携を解消し、83年の最終戦南アフリカグランプリでホンダエンジン搭載のウィリアムズのマシンが走り、ケケロズベルグが5位入賞。第2期ホンダ F1 にとっての初入賞となりました。当時のホンダ F1 プロジェクトでは、レース活動を通じて厳しい極限のチャレンジの中で技術者を育てたいという思いから、ほとんどが第1期を経験していない若手技術者で構成されていました。ホンダが F1 に復帰した際、過去の経験があるから早くて当然という見方も周囲にはありましたが、実際にはレース経験の少ない若い技術者たちが試行錯誤していたのです。ウィリアムズとのタッグでフル参戦初年度となった1984年。開幕戦のブラジルグランプリでは、ロズベルグが2位に入り、好発進を見せますが、その後はしばらく苦戦。この年のウィリアムズの搭載された、ホンダの V6 ターボエンジン、RE164E は、前年スピリットに搭載したエンジンの改良型だったため、まだまだ未成熟で、大きなターボラグを発生させ、ドライバビリティに優れているとは言えないものでした。そんな中迎えた、第9戦アメリカグランプリ。このレースが初開催となったダラスの市街地コースは、大きな問題を抱えていました。金曜日のセッションが始まると、F1 マシンの走行負荷に耐えれなくなった路面の舗装が剥がれ始め、コースコンディションは最悪に。さらに気温40度、路面温度65度と過酷な暑さに見舞われたことで、ドライバーやマシンにとって厳しい戦いになることが予想されたのです。あまりにひどいコンディションに一部のドライバーはレース中止を訴えるほどでしたが、結局グランプリは続行。ダラスでのアメリカグランプリが始まっていきました。
しかし、レースが始まると予想通り、そのコンディションから過酷な消耗戦が展開され、多くのマシンが脱落。マシンは過酷な暑さに根を上げ、何人かのドライバーは熱中症で意識が朦朧とする中でのドライビングを強いられていたのです。そんな中、中盤にトップに立ったのがロズベルグでした。ヘルメットやスーツに独自のクーリングシステムを装着して挑んだというロズベルグは、レース終盤にトップに立つと、ライバルの脱落にも助けられ、最終的には2位以下に20秒以上の差をつけ優勝。過酷なレースを制し、久々の優勝を飾ったのです。この勝利は、その後幾度となく勝利を重ねることになる、ホンダの第二期 F1 活動の初勝利となり、歴史に残る一勝となったのです。1985年、後半戦で調子を上げていったウィリアムズ・ホンダは、16戦中4勝、ポールポジションも3回獲得し、コンストラクターズランキングも3位で終えることになりました。ホンダは84年に課題となっていた、信頼性を改善し、前年2台で21回あったリタイアは、12回まで減っていました。そして迎えた1986年、ホンダは復帰4年目、ウィリアムズとのタッグも3年目となり、ホンダの成熟されたターボエンジンは、凄まじい技術進歩を遂げ、この年の FW11 に搭載された 1.5 リッターの RE166E エンジンは、1500馬力を発生。さらに、ホンダはこの年、当時としては革新的だった、テレメトリーシステムを初めて導入。それまでは記録媒体がレーシングカーの振動に耐えることができず、走行中のロガーデータを細かく記録することは難しいと考えられていましたが、ホンダはラムを用いた記録システムの運用に成功。それまで、壊れるまで状態がわからないとされていたエンジンデータの解析を、すぐに行えるようになり、まだアナログな側面が強かった F1 のデータ解析技術に、革命を起こしたのです。そしてドライバーは、前年ウィリアムズに加入し、2勝を挙げていたナイジェル・マンセルと、この年ブラバムから移籍してきたチャンピオン経験者、ネルソン・ピケのコンビ。熟成が進んだマシンとエンジン、そして強力なドライバーラインナップで、タイトル獲得を目指したのです。シーズンが始まると、開幕戦のブラジルグランプリで、ピケがいきなり優勝。幸先の良いスタートを切ると、第8戦フランスグランプリからの4連勝を含め、2人でシーズン9勝を挙げ、ウィリアムズは見事、コンストラクターズタイトルを獲得しました。これがホンダにとって初の、F1 でのチャンピオン獲得でした。1987年のホンダ V6 エンジンは、この年からターボの下級圧を抑えるために導入された、ポップオフバルブの対策に成功し、パワー抑制の規制が行われたにもかかわらず、1000馬力以上を発生。中盤から調子を上げてきたウィリアムズは、ピケとマンセルで9勝を挙げ、2年連続のコンストラクターズタイトルを獲得。また、このシーズンは、前年惜しくも逃したドライバーズタイトルを、ピケが獲得したため、ホンダにとっては初のダブルタイトルとなりました。また、この年からウィリアムズに加え、名門ロータスにもエンジンを供給することになります。1986年、ホンダエンジンとウィリアムズのジョイントが高パフォーマンスを見せ、優位性を発揮し始めると、早くからその性能に着目していたドライバーがいました。それが、ロータスで F1 3年目のシーズンを迎えていた、アイルトン・セナ。セナはあるレースの中で、ウィリアムズのマシンにオーバーテイクされた際、ホンダエンジンのポテンシャルの高さを確信し、それ以来所属していたロータスが、ホンダを搭載するように仕向ける言動を取り、個人的にホンダ側とも交渉の機会を持っていました。しかしホンダ本社側は、60年代の第1期 F1 活動の際に提携を破棄されたことから、ロータスへの供給に難色を示しており、実現は難しいものと思われていたのです。そんな中、ホンダのポテンシャルの高さを評価していたもう一人のドライバーが、アラン・プロストでした。プロストは所属していたマクラーレンにホンダの獲得を希望し、チーム代表のロン・デニスと共に、87年からの提携をホンダに働きかけ、同じくホンダエンジン車を希望していたセナが移籍できるよう、マクラーレンはシートを一つ開けて待っていました。つまり、セナが87年にマクラーレンに移籍し、ホンダがウィリアムズとマクラーレンに同時供給、ピケ、マンセル、プロスト、セナという、強力な体制で挑む夢のような選択肢があったのです。
ホンダの関係者の中には、この協力体制に乗り気なものも多く、87年からのホンダとマクラーレンの提携と、セナの移籍は現実的な案として進むかに思われました。一方で、第2期ホンダ F1 総監督の桜井義俊は、日本に F1 文化を定着させるためには、日本人ドライバーの参戦や日本でのグランプリ開催、日本におけるレース中継放送などが必要であると考えていました。当時、ホンダがサポートしていた中島悟は、国内外の F2 で活躍し、ウィリアムズでテストドライバーを務めており、ホンダはウィリアムズに中島をレースドライバーにするよう働きかけましたが、ウィリアムズ側がこれを拒否。桜井としては中島を乗せることができるチーム、つまりロータスと提携をしたいという思惑があったのです。すると桜井は、ロータスの代表、ピーター・ウォーが用意した、JPS ロータス・ホンダの計画書を社内で提案。JPS がスポンサーを務めることで財政面の保証を約束し、ドライバーにはセナを起用、そしてセナが希望する条件であった、ジェラール・ドゥカルージュをテクニカルディレクターに据えることなどを条件に、ホンダ本社側を納得させ、ホンダは87年から、ロータスにエンジンを供給することを決めたのです。しかし、その条件のうちの一つがすぐに破られることになります。86年末、JPS がロータスのスポンサードを終了することが決定。ウォーは支援金額が減ってきていた JPS の代わりとして、キャメルと交渉を進めており、キャメルとの契約がまとまった段階で JPS との契約を解除したため、資金的な影響はなかったものの、いきなりの契約違反に、ホンダ側がロータスとの契約を解除する可能性も示唆されました。しかし、この時にはすでに中島がロータスからデビューすることを前提に、鈴鹿サーキットでの日本グランプリの開催や、フジテレビの F1 中継開始に向けた動きが進んでおり、ホンダ側はロータスとの契約を破棄して、マクラーレンに乗り換えることができなかったのです。日本の F1 ファンにとっては夢の組み合わせともいえる、セナ、中島、ホンダのジョイントは、このような様々な思惑が交錯した中で生まれた、奇跡のジョイントでした。新たにホンダとタッグを組むことになったマクラーレンは、チャンピオン経験のあるアラン・プロストに加え、88年はロータスからセナが加入。当時、F1 で最強のターボエンジンとも謳われたホンダを獲得したマクラーレンでしたが、エンジンについてはある懸念がありました。88年はターボエンジンの最終年。段階的に強化されていたターボ規制により、ターボのブースト圧を 2.5 バールに制限されていたほか、ターボ搭載車の燃料タンク容量は、最大195リットルから150リットルへ縮小。これにより大幅なパワーダウンを強いられることが予想されたほか、前年から自然吸気エンジンに対しては、最大排気量を従来の3リッターから 3.5 リッターへ拡大する、優遇措置が取られていました。これにより88年は NA エンジンを搭載するチームが増加。規制によりターボエンジン勢は不利になるのではないかという声が多く上がっていたのです。そんな中マクラーレンはこの年の新車 MP44 を開発。設計を主導したのは86年末にブラバムからマクラーレンに加入したテクニカルディレクターゴードン・マレーでした。マクラーレンは当初88年に新車を製作せず、87年型の MP43 を流用する計画を持っていましたが、88年から安全性向上のため、フットボックスの位置を下げるようにレギュレーションが変更されたことから、一点新車の製作を決定。するとマレーは、88年のマクラーレンのマシンに、不発に終わったもののその有効性に確信を持っていた、BT55 のローラインコンセプトを再度利用することにしたのです。こうしてマレーをはじめ、ニール・オートレー、スティーブ・ニコルズらの手によって設計された MP44 は、BT55 を彷彿とさせるデザインで登場。これによりドライバーは、通常よりも寝そべるような体勢でのドライブを強いられることになり、特に背中を立てて座りたがる、プロストのシートポジションの調整は難航したといいますが、風洞実験によればこれにより、従来よりも 10% 前後空力特性が改善したといい、その効果が期待されたのです。さらにモノコックが低くなったことで、フロントサスペンションは先代のプッシュロッド式からプルロッド式に変更されるなど、各部に対策が施されていました。またマレーは、このローラインコンセプトの導入に向けて、ホンダにもエンジンの小型化、低重心化を要請。
ホンダはこれを受け、この年 F1 に投入した 1.5 リッター V6 ターボ RA168E のクラッチとフライホイールを小径化、クランクシャフト位置を28ミリ下げたことでエンジンの前高を50ミリ低く設計したのです。すると、ホンダが想定以上にクランクシャフトの位置を下げることに成功したため、通常の二軸ギアボックスでは、ドライブシャフトとクランクシャフトの高さのズレが発生。マレーはこの問題を、ギアボックスを三軸にすることで対処し、低い位置のクランクシャフトに対応。アメリカのワイズマンに、F1 初となる三軸ギアボックスを開発させて搭載したのです。そしてホンダは懸念されていたターボ規制にも対策を施します。一説によると燃料タンク容量の195リットルから150リットルへの規制は燃費性能に自信のあったホンダからの提案であったと言われていますが、どちらにせよターボエンジンの厳しい燃費への対策が求められる中、ホンダはより高い熱効率を得るため RA168E の圧縮比を高め、ボアストローク比をロングストロークよりに変更。パワーは厳しい規制の中でも約685馬力を絞り出していました。さらにこの年 NGK がホンダに提供した A/F センサーにより、それまで困難だった走行中の空燃費測定が可能となったため、レース中に適切な燃料噴射を行うことができるようになったのです。また先代の MP43 ではリアのダウンフォース不足が課題とされていましたが、全長の短い三軸ギアボックスと燃料タンクの縮小によりリアの空力設計の自由度が増したため、 MP44 では容易にこれを補うことに成功。こうして88年のマクラーレン MP44 が誕生したのです。シーズンが始まるとマクラーレンホンダが連戦連勝、セナプロコンビが他を寄せ付けない速さで16戦15勝を挙げ、ぶっちぎりの速さでダブルタイトルを獲得したのです。そして NA 以降でもう一つ注目を集めていたのはエンジンでした。多くのメーカーが参入した熾烈なターボ競争を制し F1 エンジンの頂点を極めていたホンダが NA 規定移行後にどのようなエンジンを投入してくるのか注目されたのです。そしてホンダは最終的に V8、V10、V12 の中から V10 を選択。 V10 は当時構造上の振動などの問題から一般的には採用されない形式でしたが、重量とパワーのバランスが最も優れていたことから採用に踏み切ったのです。 V10 を投入するにあたりホンダが最初に直面したのはやはり振動の問題。慣性偶力による振動がネックとなる V10 では、この振動への対応が不可欠でしたが、ホンダは偶力を打ち消すバランサーシャフトを採用して、この問題に対処。当初はバランサーシャフトが1万回転以上の負荷に耐えられるか懸念があったため、振動を低減させる設計として、バンク角を80度としていましたが、試作エンジンでバランサーシャフトが壊れず機能したことから、最終的にはバンク角を V10 エンジンの設計上、理想とされる72度に変更。エンジンは軽量コンパクト化を狙い、当初タイミングベルトで駆動する方式を採用していましたが、信頼性の問題が解消できず、急遽途中でギア駆動に変更。これにより大幅な設計変更が生じ、開発スケジュールはかなりタイトになったといいますが、なんとか開幕に間に合う形となりました。こうして完成した V10 エンジン、ホンダ RE109E は約650馬力以上を発生。最初の試作機では450馬力程度しか出ていなかったところから、短期間の開発で大幅な改良を果たしたばかりか、そのパワーは89年によりパワフルになるはずの V12 エンジンを投入したフェラーリとほぼ同等かそれ以上であり、パワフルなエンジンに仕上がっていました。結局マクラーレンホンダは1991年まで連続でダブルタイトルを獲得し、ホンダはウィリアムズにエンジンを搭載していた86年から91年までの6年連続で F1 のタイトルを獲得。ホンダエンジンでなければチャンピオンは取れないとまで言われました。また91年にはマクラーレンに V12 エンジンを供給する一方、中島が移籍したティレルに V10 エンジンを供給。1992年になるとウィリアムズが優れた空力性能とアクティブサスペンションなどのハイテク装備で他を圧倒。マクラーレンは後陣を拝し、ホンダにとっては7年ぶりにチャンピオンを逃すシーズンとなったのです。
そしてこの年、7月にホンダの F1 撤退が突如報じられると、第12戦、イタリアグランプリにおいてホンダは、92年限りで F1 活動を休止すると発表。ホンダは、83年の活動再開以来、7度のコンストラクターズタイトル、6度のドライバーズタイトルを手にしましたが、いくら F1 で成功を収めても、欧州市場での販売不振が改善しないことや、F1 での技術競争に勝ち、成功を収めたことで、当初の目的は達成されたと判断したことなどから、撤退を決めました。ホンダの創業者である、本田宗一郎の息子、本田博俊が、後の本田の社長である、川本信彦らと共に、1973年に設立した無限。博俊がレーシングエンジンの開発を行いたいという思いから設立された、この無限では、創業当初から本田の四輪、二輪車のチューニングパーツ製造を開始。創業当初は二輪のモトクロスで名を馳せていった傍ら、四輪用レーシングエンジンの開発にも参入。初代シビック EB1 のエンジンをベースとした MF318 エンジンを開発し、FJ1300 用として提供を開始すると、以降国内を中心としたレーシングエンジンの開発、供給を続け、チームとしても国内レースに参戦していました。また、無限の本社社屋が、ホンダ技術研究所の研究施設の近所にあったことなどから、ホンダの技術者たちが退勤後に無限のオフィスを訪れ、研究開発を続けていたといいます。かねてから F1 参入の野望があった俊博率いる無限は、1980年代後半になると、F1 用エンジンの開発を開始。当時、自動車メーカーが莫大な資金を投じて F1 エンジンを開発し、参戦チームに無償供給して密接な関係を築き、トータルパッケージが重要視されることで、開発規模が肥大していく流れが進んでいましたが、俊博はそんな時代の中で、イギリスのエンジンビルダー、コスワースを参考に、チームに対してエンジン使用量を取る、日本版コスワースを目指すことを掲げ、プロジェクトを進めていきました。F1 が1989年からターボエンジンを禁止し、自然吸気エンジンに限定されることが決まると、無限は自力で F1 に進出することを模索し、完全オリジナルの 3.5 リッター NAV8 エンジンを開発。ティレル018やレーナードの F3000 マシンに搭載して、水面下でテストを実施したのです。ジョニー・ハーバート、クリスチャン・ダナーら、テストを担当したドライバーたちからは高評価を得ていたといいますが、ある話が舞い込んだことで、この V8 エンジンはお蔵入りとなります。1990年末、ホンダが1992年を最後に F1 から撤退することが決定的となったのです。撤退することを決めたホンダはこの時、数年後には F1 に復帰する構想も織り込んでいたため、年月が経過することによる技術の引き継ぎが課題となっていました。そこでホンダは、F1 参入を模索していた無限に、ホンダが再度 F1 に参入するまでの技術の橋渡し役として、ホンダ F1 の技術資産などを引き継いだ上での F1 への参入を打診。一度は破談となったものの、最終的に無限は、80年代後半から90年代前半にかけて、ホンダがマクラーレンやティレルに供給し、89年と90年にはチャンピオン獲得にも貢献した V10 エンジン、RA101E を引き継ぐ形で、F1 に参入することになったのです。当初は、無限の名で参戦する予定だったものの、支援元のホンダ側の希望もあり、無限ホンダとして参戦することが決定。ちなみにこの時のホンダの社長が、無限の創業メンバーの一人である川本でした。こうしてホンダ第2期最終年の1992年から F1 に参入した無限ホンダ。最初にエンジンを供給することになったのは、前年にポルシェとのエンジン契約が大失敗に終わり、低調なシーズンを過ごしてしまっていたフットワークでした。この年の無限ホンダのエンジン、MF351H は、前述の通りホンダ、RA101E をベースに改良を加えたものでしたが、ベースの RA101E の重量がネックとなり、さらに設計も古いものになっていたため重心も高く、バランスはいまいちでした。この年のフットワークは、ミケーレ・アルボレートと鈴木アグリがコンビを組み、アルボレートが4度入賞を果たしたものの、アグリは2度の予選落ちを喫するなど苦戦。
クーリ既得性も良くなかったとはいえ、無限は弱点を克服するため、翌1993年はエンジンの徹底的な軽量化を実施。重量の 10% 削減を実現し、低重心化も図られたことでバランスが改善し、93年の第12戦ベルギーグランプリでは、アルボレートの後任であるデレック・ワーウィックとアグリが、予選で6、7番手を獲得する走りを披露します。しかし、入賞は2度にとどまってしまい結果に結びつかず、本家ホンダ側からの供給チーム変更要望があったことや、フットワークの大幅な体制変更があったことで、フットワークと無限ホンダはこの年限りで提携を解消。1994年はロータスに改良型エンジンの MF351HC を供給することになるのです。しかしこの年のロータスは慢性的な資金難に苦しんでおり、かつての名門の姿は見る影もなく、マシンのポテンシャルはありませんでした。そんな中でもロータスと複数年提携を見据えていた無限は、シーズン中に新スペックエンジンの MF351HD を開発。シーズン終盤にテスト投入した後、1995年に本格的な使用を開始する予定でしたが、この年の第3戦、サンマリノグランプリで発生した複数の重大事故によって、安全性向上のためのレギュレーション大幅改正が決定。エンジンはスピード抑制のため、95年から排気量を 3.5 リッターから3リッターに規制されることになり、無限が開発中だった新スペックエンジンは、94年までしか使用することができなくなってしまいました。そこで無限側は、このエンジンの投入計画を前倒し、第12戦イタリアグランプリで、ジョニー・ハーバートのマシンにこの新スペックを搭載。するとハーバートは、このイタリアグランプリの予選で4番手を獲得する躍進を見せ、この年の最上位グリッドを獲得したのです。意地を見せた無限ホンダでしたが、結局この年のロータスはノーポイント。ロータスは経営難を立て直すことができず、この年限りで F1 から撤退。無限ホンダは新たに、95年の供給先を探すことになります。95年の無限ホンダは、当時ベネトンの代表であったフラビオ・ブリアトーレが買収し、トム・ウォーキンショーと共同経営されることが決まっていたリジェに供給することが決定。当初無限側はミナルディと契約寸前まで話が進んでいたものの、急遽リジェに供給先を変更したことで波紋を呼び、ミナルディがリジェを訴える事態に発展しました。この年の無限ホンダエンジンは3リッター規制に対応した新エンジンMF301H を投入。実質的な兄弟チームであったベネトン B195 によく似たこの年のリジェのマシン JS41 に搭載され、マーティン・ブランドルが第11戦ベルギーグランプリで3位表彰台を獲得。無限ホンダにとって F1 での初表彰台となったほか、最終戦オーストラリアグランプリでもオリビエ・パニスが2位を獲得する活躍を見せたのです。手応えを感じた無限は翌96年に向けて優勝を狙えるエンジンをコンセプトに改良を実施。95年の使用にプラス30馬力、最高回転数を5000回転向上、6キロの軽量化を図るという目標を掲げると、最終的には96年型の MF301HA はそれを上回るパフォーマンスを実現していました。リジェはオーナーであるウォーキンショーがチームの完全買収に失敗したことで経営から手を引いたことを発端に資金難に陥っていましたが、第6戦モナコグランプリではチェッカーを受けたマシンが3台という前代未聞のサバイバルとなったレースで生き残ったオリビエ・パニスが優勝。ホンダ第3期までの技術引き継ぎを目的にスタートした無限の F1 プロジェクトは、次世代の3リッターエンジンを作り出し、ついに初の栄冠をつかんだのです。そしてシーズン終盤、無限ホンダはリジェとの契約も更新、翌年には中野慎二の加入も決まり、期待が高まっていました。さらにこの頃、無限とブリアトーレの間では、ベネトンへの供給や、エンジンを市販化してたチームに売る計画が構想されていたものの、最終的には破談となり、結局ブリアトーレはリジェの株式も、アラン・プロストに売却。ブリアトーレは後に、ルノーのカスタマーエンジンを扱うメカクロームとともに、スーパーテックのバッジネームで、F1 エンジンの販売を手掛けることになります。
プロストはオールフレンチチームの存続の声が強まった中での設立経緯から、98年からのプジョーエンジン供給が早々に決定。97年はつなぎとして無限ホンダエンジンを搭載する格好となったことで、無限とチーム側の関係は良好ではありませんでした。プロスト側は、無限ホンダの搭載と引き換えに契約した中野を冷遇し、無限側に無断で、プジョーの関係者にエンジンを見せるなどやりたい放題。パニスが2度表彰台に上がるなど、好成績を上げていたものの、後味の悪いシーズンとなってしまいました。そしてこの時期になると、本家ホンダが F1 復帰への動きを見せるようになっていきます。1998年の3月には、エンジンのみならずコンストラクターとしても F1 に復帰することが正式に発表され、テストカーである RA-099 の開発が進められていたのです。これは、ホンダ F1 の技術の橋渡しが当初の目的だった、無限の F1 参戦が終わりに近づいていることを意味していました。98年からジョーダンにエンジンを供給することになった無限は、挑戦できるチャンスがあとわずかしかないと悟り、シリーズチャンピオンを取りに行くべく、F1 プロジェクトの予算上限を撤廃。持っているすべての技術を投入したという、そのエンジンを搭載した98年のジョーダンは、第13戦のベルギーグランプリで、デーモンヒルが勝利を挙げる活躍を見せたのです。すると、翌1999年のジョーダン無限ホンダは、さらなる躍進を見せます。改良が重ねられた無限ホンダ、MF301HD は、重量こそ他メーカーのエンジンより重かったものの、パワーはワークスメーカーのエンジンをしのぐものだったといい、この年のジョーダンのマシン、199とともに、高パフォーマンスを発揮。序盤からハインツ・ハラルド・フレンツェンが表彰台に上る活躍を見せると、第7戦フランスグランプリ、第13戦イタリアグランプリでは優勝、第14戦ヨーロッパグランプリでは、ポールポジションを獲得するなど、最終盤までフレンツェンが、ドライバーズタイトルを争う走りを見せ、惜しくもタイトルは逃したものの、ジョーダンと無限のパッケージングは大きく注目を集めたのです。そして2000年、ついに本家ホンダが F1 に復帰。ジョーダンもエンジン使用料を支払う必要がある無限ではなく、翌年以降は本家ホンダエンジンの搭載を望み、無限側は役目を終えたと判断。この年を最後に、F1 での活動を終了したのです。自動車メーカーが莫大な資金とリソースを投入しなければ勝てない時代になりつつあった F1 エンジンの競争の中で、同時期に参戦したプジョーや後に参戦したトヨタですら達成できなかった F1 優勝を4回も成し遂げたエンジンビルダー無限の活躍はまさに偉業とも言えるものでした。その偉業は今もなお伝説として語り継がれています。1983年からエンジンサプライヤーとして F1 に復帰したホンダは、翌1984年の第9戦アメリカグランプリで復帰後初勝利。ターボ全盛期にあった80年代の F1 において、低燃費、高出力のターボエンジンを生み出すことに成功し、ウィリアムズやマクラーレンと共にチャンピオンを獲得。1989年には F1 でターボエンジンが禁止され、自然吸気エンジンに移行したものの、ホンダはポテンシャルを発揮し続け、長らく F1 界の最強エンジンとして君臨していました。しかし、あくまで第2期はエンジンのみの参入。ホンダの社内では、自社で F1 シャーシの製造もできないか、考えるものも少なくありませんでした。ホンダでは、自社のエンジニアがやりたいことを実現させる支援をするため、独自プロジェクトの立ち上げに一定の予算を出す、自己啓発プログラムと呼ばれる制度がありましたが、ホンダ F1 第二期活動や、NSX の開発に携わった橋本健、そして、当時研究所で量産車シャーシの設計などを行っていた、滝圭之介は、この制度を利用して予算を確保し、F1 のシャーシ開発を行うことを画策。これが後にリサーチシャーシを意味する RC プロジェクトと名付けられる社内有志による F1 シャーシ開発プロジェクトの始まりでした。極秘プロジェクトとして動き出した RC プロジェクトでしたが、当時のホンダが F1 で頂点を極めていたのはあくまでエンジン。
F1 マシンの設計に必要不可欠だったカーボンモノコックの製造や空力設計のノウハウは社内に皆無だったため、コンストラクターから提供され、社内に保管されていたホンダエンジン搭載の歴代 F1 マシンを徹底的に解析したといいます。破壊しなければわからないカーボン構造の解析には、実際に F1 が開催されるサーキットに出向き、廃棄されているカーボンパーツを持ち帰って解析するという方法を取るなど、地道な研究が続けられました。また、RC プロジェクト最初のマシンのモノコックは、後に F1 で主流になっていくメス型成形では、高度な製造技術を要するため、比較的製造がたやすいオス型成形を採用。当時、マクラーレンなどが採用していたオス型成形のモノコックは、製造が容易な反面、繊維が表面に浮き出てしまうため、モノコックの上からカウルをかぶせる必要がありました。エンジンは、91年のマクラーレンに搭載された V12 エンジン、使用済みの RA121E を確保。デザインは、フェラーリ641のコークボトル形状と呼ばれた、サイドポンツーンのデザインなどを参考に設計され、ギアボックスは、当時すでに本社が第2期 F1 活動の休止を決めていたことから、社内の既製部品を流用することができず、プロジェクト内で独自設計したセミオートマチックトランスミッションを搭載したといいます。こうして91年、F1 マシンの製造ノウハウを学ぶために製作された RC プロジェクトの最初の F1 テストカー、RC1.0X が完成。マシンは極秘プロジェクトの発覚を警戒し、真っ白に塗られ、F3000 マシンに見えるようにカモフラージュしていたといいます。しかし、この RC1.0X は、実際に走行すると走行風がうまく車体に流れず、冷却に支障をきたすことが判明。さらに大きく設計されたコクピット周りのデザインが、剛性不足を招くなど、問題が頻出。これを受けて RC プロジェクトでは、新たなマシンの開発がスタートするのです。そして1992年、ホンダが内定していた F1 撤退を正式に発表した頃、RC プロジェクトは2代目のマシン開発に着手していました。この新しいモデルは、1993年の F1 車両規則に合わせ再設計され、RC1.0X の課題であった空力の問題解消を追求して製作されていきました。そのため、基本デザインやモノコックの設計は、RC1.0X のものの多くを流用。エンジンやギアボックスも引き続き、先代と同じものが流用されました。この新たなマシンは、RC1.0X の派生という意味を込め、RC1.5X と名付けられ、92年の10月に完成。ホンダ F1 の撤退により、プロジェクトを極秘にする必要のなくなったこのマシンは、カーボン地の黒いボディとなり、カラスと呼ばれるようになりました。RC1.5X は、先代の課題であったモノコックの剛性の問題を、コクピットを先代より狭めることにより対処。空力デザインも、20% モデルによる風洞実験を行った上で設計が煮詰められ、サイドポンツーンの形状や、フロントノーズ、前後ウィングの形状などが見直されました。完成後のテスト走行では、先代から熟成がなかなか進まなかった、独自設計の6速セミオートマの信頼性が低く、設計者の滝が自らステアリングを握り、テスト走行が繰り返されましたが、ギアが6速まで安定して作動するようになり、マシンの熟成が進んだのは、1994年のこと。この頃には RC プロジェクトの存在も公にされ、一般公開の場で RC1.5X を走らせる機会もありましたが、この間に F1 では、アクティブサスなどの電子制御が禁止になったほか、モノコックの成形もメス型成形が主流になり、ハイノーズが普及し空力思想のトレンドが大きく移り変わっていった頃で、基本設計から数年が経過していた RC1.5X のシャーシは、すでに時代遅れのものになっていました。そして、94年の F1 では、第3戦サンマリノグランプリの悲劇をはじめとする、重大事故が多発。F1 マシンの車両規定は、安全性を高めるためにさらなる改正が行われることになったのです。これを機に RC プロジェクトでは、新たなマシンを設計することを決意。最新の車両規定を満たした、RC2.0X の開発に取り掛かったのです。
RC2.0X の製作では、モノコックの成形にすでにどの F1 チームも採用していないオス型成形では無理があり、難易度の高いメス型成形を採用しましたが、一体成形を断念し、モノコックを上下分割して成形する手法を選択。これによって合成が損なわれないよう、結合部を凹凸で噛み合わせながら接着するという工夫がなされました。最新 F1 マシンの空力デザインは、参考にできるものがなかったため、独自のデザインを採用。手探りで設計された空力デザインは、当時の F1 のトレンドに近い形状にまとめ上げられ、リアタイヤ前方に設置されたウィングレットなど、時代を先取りしたアイディアも随所にありました。エンジンは、すでにホンダが F1 から撤退していたため、当時ホンダと入れ替わるような形で F1 に参入した、無限の V10 エンジン。MF301 が搭載されました。しかし、制作途中に開発資金が枯渇してしまったことなどから、RC2.0X は予定から1年遅れの96年3月に完成。96年の F1 では、安全性を高めるために、コクピットのサイドプロテクターの装着が義務付けられるなど、さらなる規則改正が進んでいましたが、完成が遅れたことにより、最新規則の対応を目的に開発された RC2.0X が、これらに対応することができないという、皮肉な結果を生んでしまいました。RC2.0X は完成後すぐにシェイクダウンテストを実施したものの、マシンを製作した後の目的を見失っていたプロジェクトは、活動が尻すぼみになり、前述の予算不足も影響したことから、以降数年放置状態になってしまい、その後本格的に走行を行ったのは、完成から6年後の2001年でした。こうして有志たちが F1 シャーシ製作の可能性を追った RC プロジェクトは3台のマシンを製作したところで活動を終了。しかし、90年代後半になると、この RC プロジェクトと入れ替わる形でホンダ本社がコンストラクターとして F1 に復帰する構想を模索します。1998年には、翌1999年からの F1 復帰宣言が正式になされ、ティレルに在籍していたハーベイ・ポスルスウェイトを招いて、F1 マシン、RA-099 を開発するのです。ポスルスウェイトとティム・デンシャムを中心に設計された、RA-099 は、当時の最強マシン、マクラーレン MP413 のような、低重心スタイルを採用。実戦投入を見越して、7台のシャーシが製造されました。ホンダの社内事情から、参戦開始予定を2000年からに改めたものの、1999年の1月には、ドライバーにヨス・フェルスタッペンを起用し、F1 の合同テストに特別参加。4日間のテストのうち3日で、トップタイムをマークする高パフォーマンスを発揮し、F1 関係者やメディアを驚かせました。これにより、一気にオールホンダ体制への期待が高まっていったものの、春になると状況が一変。ホンダがコンストラクターとしての F1 参戦を取りやめ、エンジンサプライヤーとしての復帰に切り替えるのではないかという噂が囁かれ始めると、その矢先、チームの指揮を取っていたポスルスウェイトが、テストで訪れていたバルセロナで倒れ、そのまま他界。これが決定打となったかは定かではありませんが、ホンダはその1ヶ月後、コンストラクターとしての参戦を断念し、BAR にエンジンを供給する形で、F1 に復帰することを発表したのです。こうして RA-099 も、RC プロジェクトのマシンたちと同様、実戦を走ることはなくお蔵入り。結局ホンダがコンストラクターとして F1 に参戦するのは、BAR を完全買収する2006年のことになります。ホンダ F1 第2期と第3期の間の空白の7年。そこには夢の F1 マシン製造に情熱を燃やした者たちの多くの挑戦と挫折がありました。第2期の活動休止から約5年、1998年3月に当時のホンダの社長川本信彦より若い技術者の育成と最先端技術の蓄積を目的とした F1 活動の再開に向けた検討に入っていることを明かします。同時に第2期のようなエンジン開発と供給にとどまらずコンストラクターとして参戦し車体の製造チーム運営を行うことを目指していると発表されました。2000年にチームとしての参戦を開始することを計画したホンダは、この98年、
手始めにテストカーとしてイタリアのダラーラと共同で開発した RA-099 を発表。 F1 でも実績のあるデザイナーハーベー・ポスルスウェイトをテクニカルディレクターとして招聘して設計された。このマシンは当時無限ホンダがジョーダンに搭載していたエンジンと同じものを搭載し、当時 F1 の最速マシンだったマクラーレンの MP4-13 のような低重心なスタイルにまとまっていました。ドライバーには前年までティレルをドライブしていたヨス・フェルスタッペンを起用し、98年の12月にシェイクダウンを行うと、翌1999年スペインヘレスで行われた F1 の合同テストに特別参加。3日間のテストで全てトップタイムを記録するという好調ぶりで、他チームからは規定重量より軽い状態で走っているのではないかという声も上がるほどでした。順調に進んでいたかに思えたホンダの F1 参入計画でしたが、99年4月バルセロナで行われていたテストの現場でポスルスウェイトが急病により他界してしまいます。さらに F1 計画とは別にホンダ技研で行われた人事変更などにより F1 参戦の方針が見直され、コンストラクターとしての参戦を取りやめるに至り、2000年からエンジンサプライヤーとして F1 に復帰することが改めて決まりました。コンストラクターとしての参戦を断念したホンダでしたが、参戦目的であった技術者の育成と最新技術の蓄積のためにシャーシ開発に関与できる形での参入を模索し、最終的にはシャーシを共同開発することを条件に BAR へのエンジン供給を行うことが決まります。ホンダにとっては新興チームとともにシャーシを共同開発しながらエンジン供給を行うという新たな試みでしたが、2000年の BAR はジャック・ビルヌーブが4位に4回入るなど上位に顔を出したものの、参戦休止中の F1 の技術進歩は凄まじく、トップパフォーマンスとは程遠い状況でした。2001年からはジョーダンにもエンジン供給を開始。ジョーダンとの契約はカスタマー契約でしたが、結果を求めていたホンダは BAR と同スペックのワークス仕様のエンジンをジョーダンにも供給します。しかし2001シーズンはどちらのチームも振るわず、ジャック・ビルヌーブが2度3位に入り、第3期で初の表彰台を獲得したものの、 BAR、ジョーダンともに前年の成績を上回ることはできませんでした。2002年はホンダのサポートもあり、佐藤拓磨がジョーダンから F1 にデビュー。ジャンカルロ・フィジケラとコンビを組み挑みますが、この年のジョーダンはメインスポンサーの支援縮小などの影響や、2002年型マシン EJ12 がドライバビリティに劣る失敗作だったこともあり低迷。 BAR はジョーダンよりさらに不振を極め、コンストラクターズランキングはそれぞれ6位と8位に落ちてしまいます。復帰3年で優勝はゼロ。第2期の栄光を知っているファンにとっては物足りない状況でした。もちろんそれはホンダの関係者も同じで、この状況を打破するためにホンダはジョーダンとの契約を1年前倒しで打ち切り、再び供給先を BAR に絞ることでパートナーシップを強化、チーム運営やマシン開発にもより深く関与するようになります。そして2004年 BAR の新型マシン006はこの年からスイッチしたミシュランタイヤとの相性が良く、 BAR ホンダは開幕から速さを発揮。ジェンソン・バトンが第2戦マレーシアグランプリで3位に入り、ホンダにとって2001年以来の表彰台を獲得すると、表彰台の常連に名を連ね、佐藤拓磨も第9戦アメリカグランプリで日本人として14年ぶりの表彰台を獲得するなど活躍。コンストラクターズランキングを大きく押し上げ2位となりました。しかし BAR の2人はいつ勝ってもおかしくないと言われていた中で、最後まで勝利には届きませんでした。ちなみにコンストラクターズランキング2位のチームが未勝利に終わったのは F1 史上初の出来事でした。この数年間のホンダエンジンは成熟が進んだ一方、信頼性が課題となっており、この2004年はエンジントラブルによるリタイアが多発した年でした。2005年になると、ホンダは BAR の株式を買収して、チームの共同経営に参画。前年の飛躍で期待されたものの、レギュレーション変更にうまく対応できなかったことや、第4戦サンマリノグランプリでダブル入賞したものの重量違反で失格となるなど噛み合わず、第9戦までノーポイント。
後半巻き返すものの、ランキングは6位と期待外れの結果で終わりました。ホンダは2007年まで BAR へのエンジン供給契約を延長していましたが、 BAR の筆頭株主でホンダと共同でチーム運営を行っていた BAT が F1 から撤退。 BAR の株式をホンダにすべて売却します。これによりホンダは BAR の経営権を取得したため、2006年からチーム名を BAR からホンダに改称し、38年ぶりにオールホンダ体制で F1 に参戦することになりました。さらに鈴木アグリが立ち上げた F1 チームスーパーアグリにエンジン供給を行うことも決定します。この年はエンジンのレギュレーション変更があり、3リッター V10 エンジンから 2.4 リッター V8 エンジンへと規格が変更されました。ドライバーは前年まで在籍したタクマに代わり、ルーベンス・バリチェロを起用し、バトンとタッグを組みました。シーズンが始まるとバトンが第2戦マレーシアグランプリで表彰台を獲得したものの、その後は苦戦が続いていました。この状況を改善するため、チームはエンジニアリングディレクターのジェフ・ウィリスを解任し、中本周平を後任に起用します。そして第13戦ハンガリーグランプリ、ウェットコンディションに見舞われたこのレースで14番手からスタートしたバトンが天候の変化にうまく対応。ライバルのリタイアによる幸運もあり、オールホンダとして1967年以来実に39年ぶりの優勝を果たしたのです。この優勝以来調子が上向いたチームは、バトンとバリチェロが最終戦まで連続入賞を重ね、なんとかランキングは4位に滑り込みました。2006年に第3期待望の1勝を挙げたものの、翌2007年は低迷を極め、第7戦までノーポイント。後半戦もかろうじて入賞は果たしたものの、ランキング8位と最悪の結果に終わります。ホンダはこの状況を打開するため、ベネトンやフェラーリの黄金期を作り上げた影の立役者、ロス・ブラウンをチーム代表に迎え、2008シーズンに挑みました。しかし、前年からのマシン開発の不振が響き、この年も大きくチームが浮上することはなく、第9戦イギリスグランプリで雨の混乱に乗じたバリチェロが3位を獲得した以外は、ほとんどのレースで下位に沈み、前年をさらに下回るランキング9位でシーズンを終えます。翌2009年からは、空力面の新規定やカーズの導入など、大幅なレギュレーション変更を控えており、勢力図を大きく変える可能性があったことから、チームはこれを浮上のきっかけとして捉え、2009年に向けたマシン開発を続けていました。しかしホンダは2008シーズン終了後、サブプライムローン問題、リーマンショックを発端に起こった金融危機による業績悪化を受け、 F1 から3度目の撤退をすることを発表。チームは2009年のシーズン開幕直前の3月に、前年からのチーム代表であったロス・ブラウンへ1ポンドで売却し、前年までのホンダ F1 チームを母体としたブラウン GP がこの年から参戦することになります。ホンダが前年開発を続けてきたマシン BGP001 はオフシーズンのテストをほとんど棒に振ったにもかかわらず、開幕戦でワンツーフィニッシュを達成。前年ホンダが開発を続けてきたシャーシとホンダエンジンに代わり搭載されたメルセデスエンジンがドライバビリティに優れ、パワーもあったことでシーズンを通してハイパフォーマンスを維持し、優勝8回ポールポジション5回を記録し、参戦初年度チームとしては初のドライバーズタイトルとコンストラクターズタイトルのダブルタイトルを獲得しました。この結果にホンダの F1 撤退時期を悔やむ声や、実質的な F1 チームの無償譲渡といえるブラウンへの1ポンドでの売却に批判が寄せられるなど、議論が巻き起こりました。結局このブラウン GP は翌年メルセデスに買収され、1年限りの参戦となっています。F1 が2014年から V6 1.5 リッターターボエンジンとエネルギー回生システムのハイブリッドパワーユニットを搭載することが決まると、たびたびホンダの F1 復帰の噂が飛び交っていました。そして2013年5月、パワーユニット制度移行から1年後の2015年から第2期の黄金時代を共にしたマクラーレンにエンジン供給をする形で F1 に復帰することが発表されたのです。
マクラーレンは1995年から約20年もの間、メルセデスエンジンの供給を受けていましたが、2010年からメルセデスが F1 にワークスチームとして参戦を開始したことで、好待遇を失い、両社の関係は悪化していました。ホンダは2011年末から2012年頃にかけてワークスチームとして参戦していたメルセデスとフェラーリを除く全チームと交渉した結果、マクラーレンとの交渉がうまくまとまり、提携に至りました。2015年からマクラーレンはそれまで在籍していたジェンソン・バトンに加え、フェラーリからフェルナンド・アロンソを迎え入れ、チャンピオン経験者を2人揃え、万全の体制を固めました。ホンダはパワーユニットの開発について、復帰発表当初から既存のエンジンメーカーより1年以上遅れての開発開始となったことに懸念がささやかれていましたが、2014年末に行われた初めての実車テストで厳しさを突きつけられることになります。2014年アブダビグランプリが終了した直後に行われた F1 合同テストが、ホンダにとって実車にパワーユニットを搭載しての初めてのテストになりましたが、ホンダ PU を搭載したマクラーレンのマシンは、コースに出てはすぐピットインしたり、コース上でストップを繰り返し、トラブル対応に終始。復帰後初テストの2日間は、タイム計測ラップを一度も完了することができず、いきなり新時代の F1 の洗礼を浴びます。開幕前のテストでも、トラブルが頻発したホンダ PU の開発の遅れは、シーズン開幕後も、そのまま尾を引くことになります。開幕戦オーストラリアグランプリでもプラクティスからトラブルが続発。中長距離を走行することすらままならないマシンでは早く走れるはずもなく、予選でマクラーレンは2台揃ってトップから3秒落ちの最後列。決勝ではなんとかバトンが完走するものの、到底上位を争える速さはなく、ホンダにとっては苦い復帰初戦となりました。またこの年のマクラーレンのマシン MP430 の完成度も高くなく、その後も苦戦が続き、バトンとアロンソが数戦でかろうじて入賞したものの、シーズンを通してホンダ PU のトラブルによるリタイアや信頼性の問題によるレースペースの制限が多く、ドライバーもフラストレーションのたまるシーズンを過ごし、とうとうアロンソが第14戦日本グランプリでストレートスピードに劣るホンダ PU に対して GP2 エンジンと無線で発言するなどに至りました。最終的にこの年のマクラーレンはチームワーストタイの成績である1980年以来のコンストラクターズランキング9位に沈みました。この年の遅さや信頼性のなさの原因はホンダ PU だけではなく、空力面を優先してパワーユニットのダウンサイジング化を図るサイズゼロコンセプトの方針を取ったマクラーレンのシャーシ自体にも原因がありましたが、チーム側はメディアに対してホンダ PU の問題を強調しました。歩み寄りのない両者の関係は次第にこじれていくことになります。翌2016年はエンジンの再設計などが功を奏し、予選では Q3 に進出できる速さを取り戻したことで、前年に比べコンスタントに入賞できるようになりましたが、復帰当初に目標としていた優勝には程遠い成績でした。復帰3年目となる2017年はパワーユニットの設計を見直したことによるトラブルが開幕前のテストから頻発。シーズンが始まっても状況は好転せず、前半戦はたびたび入賞圏内を走行しながら、パワーユニット以外を含めてトラブルが多く、ノーポイントが続き、マクラーレンは序盤、ランキング最下位。シーズン中盤以降で入賞できるようになると、最下位こそ脱しますが、再びランキング9位と、低調なシーズンとなってしまいました。アロンソはホンダのパワー不足を訴えるコメントが増え、この頃、パワーユニットの変更に動いていたマクラーレン側も、ホンダを批判するコメントを多く出すようになり、不振の原因はすべてホンダにあるというようなスタンスを取ったことで、ホンダを批判するメディアもありましたが、バーニー・エクレストンをはじめとする関係者から、原因をパワーユニットだけに押し付ける、マクラーレンの姿勢に疑問を呈する声も上がるなど、議論が巻き起こりました。結局、このような関係の悪化もあり、この年限りでホンダとマクラーレンは提携を解消。第2期に黄金時代を築いた伝説のタッグの再現とはいきませんでした。そしてホンダは翌2018年からトロロッソへパワーユニット供給を行うことになります。
レッドブルグループは当時提携していたルノー PU のパフォーマンスや待遇に不満を抱いており、ホンダと水面下で交渉を進めていました。ホンダ PU は2019年以降、レッドブルチームへの供給を見据えて、2018年はセカンドチームのトロロッソにのみ供給することになります。この年も大きな飛躍のシーズンとはならず、トロロッソも前年を上回る成績を上げることはできませんでしたが、第2戦でピエール・ガスリーが4位に入り、第4期での最高順位を更新したほか、レッドブル側はシーズン中盤に投入された新しいパワーユニットがチームに供給されていたルノー PU よりも優れていると判断。翌2019年よりレッドブルにもホンダ PU を供給することになったのです。そして迎えた2019年開幕戦オーストラリアグランプリで、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが3位に入賞。復帰5年目でようやく第4騎手表彰台を獲得します。レッドブルのチーム力を考えれば、表彰台は当然の結果ではありましたが、レース中はフェルスタッペンがフェラーリのセバスチャン・ベッテルをオーバーテイクするシーンも見られ、ホンダ PU がパワーで他メーカーに劣っていないことを証明しました。そしてシーズン中盤の第9戦オーストリアグランプリ、ここまで開幕から全勝していたメルセデスがパワーユニットのオーバーヒートなどに苦しみ、ペースが上がらない中、スタートで出遅れたフェルスタッペンが快調なペースで飛ばし、最後はフェラーリのシャルル・ルクレールとのバトルを制してトップでチェッカー。ホンダの PU はパワーを要するレッドブルリンクで速さを発揮し、マクラーレン供給時代から課題だった信頼性の問題もなく、他メーカーがオーバーヒートで苦しむ中パフォーマンスを発揮し、第4期悲願の初優勝となりました。この後第11戦ドイツグランプリ、第20戦ブラジルグランプリでもフェルスタッペンが優勝し、シーズン3勝。ブラジルではトロロッソのガスリーが2位に入ったため、第2期時代の1991年以来のホンダ搭載車によるワンツーフィニッシュとなりました。マクラーレン時代とは異なり、レッドブルグループとのジョイント関係は良好で、翌年以降のチャンピオン獲得に期待がかかっていました。突然の撤退発表。レッドブルとのタッグによりパワーユニット開発も軌道に乗り、着実に成熟を続けていたホンダ PU、 2020年もメルセデスの優位は変わりませんでしたが、第5戦70周年記念グランプリでフェルスタッペンが優勝すると、第8戦イタリアグランプリではレッドフラッグによる中断などの混乱の展開の中、トロロッソから名前を変えたアルファタウリのガスリーが優勝。ホンダはパワーユニット時代に移行した2014年以降で複数チームで優勝した最初のメーカーとなりました。しかしこの年の10月、衝撃のニュースが飛び込みます。ホンダが翌2021年限りでの F1 からの撤退を発表したのです。2015年の復帰時にもう F1 からは撤退しないとしていたホンダの突然の発表に驚きの声も多く、撤退理由として社長である屋号高弘は将来のカーボンニュートラル実現に向けた経営資源の集中を挙げましたが、 F1 も2030年までにカーボンニュートラルの実現を目指す方針をすでに発表しており、さらに F1 での成績が上向き、チャンピオン獲得が見えてきた中でのこの発表に疑問を感じたファンも多く、ホンダのこの決断は物議を醸しました。ホンダ側では2020年の初頭より撤退について議論がなされており、レッドブル側には開幕戦の頃にはすでに撤退の意向が伝えられていたといいます。結局ホンダが撤退後の2022年からレッドブルが自社製のパワーユニットを製造することになり、ホンダは知的財産などをレッドブル側に提供するほか、 HRD ミルトン・キーンズのスタッフの多くがレッドブルの PU 部門に引き継がれることになりました。そして第4期ホンダラストイヤーとなった2021年、開幕前のプレシーズンテストでフェルスタッペンが総合トップタイム、アルファタウリからデビューする角田裕毅が総合2番手と、ホンダ PU 搭載車が上位に入った一方、王者メルセデスはルイス・ハミルトンが総合5位となり、前年までのメルセデス優位が弱まるとみられ、シーズン開幕前から接戦が予想されると、開幕後はフェルスタッペンとハミルトンの壮絶なチャンピオン争いが展開されます。
フェルスタッペンは第2戦エミリア・ロマーニャグランプリでシーズン初勝利を挙げると第5戦モナコグランプリも制覇。このモナコから第9戦オーストリアグランプリまでレッドブルホンダがフェルスタッペン5勝、セルジオペレス1勝と6連勝を飾ります。この時点ではフェルスタッペンがチャンピオンシップをリードしていましたが、第10戦イギリスグランプリではハミルトンとフェルスタッペンが接触してしまい、弾き飛ばされる形となったフェルスタッペンが激しくクラッシュ。両者に遺恨が残ると、第14戦イタリアグランプリでは再び両者が接触。メルセデスとレッドブルのレース外の駆け引きも相まって、両者の壮絶な争いとなっていきます。そして第19戦サンパウログランプリ以降、ハミルトンが維持の3連勝で追い上げると、なんと F1 の歴史上47年ぶり2度目となるチャンピオンを争う2人が同ポイントで最終戦を迎えるというとんでもない展開に。そして最終戦アブダビグランプリ、ポールポジションはフェルスタッペンが獲得しますが、決勝のスタートでハミルトンに前に出られてしまうとレースペースでは遅れを取る苦しい展開に。フェルスタッペンとレッドブルホンダが最後の最後でチャンピオンを逃してしまうのかと誰もが思いました。しかし終盤大波乱が起きます。クラッシュによりセーフティーカーが導入されると、10秒以上あったハミルトンとの差が一気に縮まり、レースは残り1周で再開。セーフティーカー導入時にタイヤを変えていたフェルスタッペンはこの最終ラップにハミルトンをオーバーテイクし、なんと優勝。最後の最後でトップを奪い返し、自身初のワールドチャンピオン、ホンダにとっては1991年のアイルトンセナ以来30年ぶりの F1 でのタイトルを獲得したのです。コンストラクターズタイトルはメルセデスが取り、ダブルタイトルはなりませんでしたが、第4期最後のシーズンでホンダは見事有終の美を飾り、2014年のパワーユニット時代以降後、メルセデス以外のパワーユニットで初めてチャンピオンを獲得した PU メーカーとなりました。屈辱で始まったホンダ第4期の挑戦ですが、最後の最後に報われる結果となりました。その後レッドブルはホンダの撤退を受け、 PU の自社製造を目指し、関連会社としてレッドブルパワートレインズ RBPT を設立し、ホンダはそこに知的財産を提供するなど協力体制を構築することで F1 に引き続き関与することを明らかにしていました。またホンダの撤退などを受け、 F1 では2022年から2025年までの間、 PU の開発が凍結されることが決定。レッドブルアルファタウリのエンジンは RBPT 名義となったものの、2022年型までのエンジンはホンダが開発を行っており、その後開発が凍結された後も製造サポートを継続。実質的にホンダの F1 へのエンジン供給は続いていたのです。その後もホンダはモータースポーツ部門の組織を二輪のホンダレーシング HRC に統合した上で、レッドブルグループへのエンジン供給を継続していきました。しかし2023年には2026年から PU 規定が新規定となることに合わせ、 F1 へ正式に復帰することを発表。アストンマーティンと複数年契約で合意したのです。これにより共に栄光をつかんだレッドブルとの関係は2025年限りで終了。ホンダの F1 での挑戦はアストンマーティンと共に続いていくことになります。いかがだったでしょうか。今回はホンダ F1 の歴史総集編について解説しました。このチャンネルでは F1 グランプリに関する様々な検証解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。